安楽、キシャリ。安楽智弘投手が12日、所属するメキシコリーグのレッドデビルズで公式戦に登板し、初セーブを挙げた。2点を勝ち越した直後の延長10回に4番手で登板し、無安打無失点で勝利に貢献した。共同、メキシコシティ、ハラスメンツ。メキシコのパワハラとか過ごそう。一定が格安で通訳してくれるってよ。そろそろ許してやるかな。ニュースにする必要なし。一生メキシコにいればいいよ。マフィアと仲良くな。すごくね。メキシコリーグって日本よりはレベル高いらしいし、向こうのガチムチにパシられてるんだろうな。 W メキシコリーグで活躍してメジャーのスカウトに注目してもらって MLB 行きってのが一番望ましいルートなんだろうけど、タッツ監督、ほう、良いじゃないか。こういうの見てると昔日本に来た助っ人外国人にもハラスメントで追われてきたのがいたかもな。あんないじめ大好きな最低人間の話なんてもうしなくていいよ。活躍する分にはご勝手にということで、ご視聴ありがとうございました。